が、ね、そういうふうに思ってしまう。お腹空いた時のご飯が一番おいしいのと一緒なのね。喉が渇いた時のお水と一緒で、ね、眼界ですね。リセッシュで髪の毛を今日あ髪の毛整ってやん。午前中のピヨは取っときたかったね。ピヨッあれ可愛かったね。ピヨッしとった自分の髪の毛がピヨッてなった。なんかインコみたいな話を振らんでて、なんでそんな嫌いだ、自撮りは好きだくせね。えなんで自撮り好きやんか。ねえねえ、抹茶紅茶紅茶紅茶ねえ、ちょっとしてやろうか。いや、ここから歩いてたら友達の近くではあるよって。ちょっともうお呼びにとしたっけ、もうそこのお家におっしゃるかどうかが面白いね。道徳ってね、道徳の勉強してる。道徳の勉強いつもしようかって、春風を持って人に接し、秋の霜を持って己を戒め、己を律するか。いつかタイガーのシールはちょっと好きなの。うん、あとね、猿の惑星みたいなやつのシールはなんか知っと、一番上。あれはね、エイプと2号って言ってね、エイプ。T シャツが5万円ぐらいするような。裏原宿。いまだにあれを貼ってクールってことは、いや、それがさ、私、成田着やったのか。なんか知らんけど、ちょっと銀座歩こうと思って、なんかふと歩いた時にさ、ちょっとその何週間前までパリにおったんだね。でそれから銀座歩いたらさ、若者がみんなさ、猿の惑星の大きく猿 T シャツ着ておうわけ、うん、何が起きたとかになって思ったらそれやと、うん、うまい、うん、サーファーとかにこう要するに火がついてさ、サーファー、ストゥーシーストゥーシー知らん？ストゥーシー名前は聞いたとか、エイプとか、うん、ストゥーシーはストゥーシー、うん、だけどもうみんなこれサーファーね、うん、サーファーって T シャツ着るやん、やっぱりね、絶対で結構今こうイベントとかで T シャツか、なんかそのほらメンバーを表すのに T シャツ着たり、まあ ポロシャツはちょっと別やけど、 T シャツ着るのは多分このサーファーの人たちの影響と思うね。かっこよく見えるっていうかさ、でも T シャツサーファーみんなほら筋肉がかっこいいやん、やっぱり T シャツってわかるもんね、その人のごまかせんちゃん、実はシャツよりもね、シャツごまかせるけどね、うん、いやいいよ、ちゃんとした。だっけ、ごまかせないものをわざと着て自分を戒める。でうわこんなのやったらいかんみたいな、このラインはダメだって思って自分を戒めるみたいな、見るな、ね、着物はね案外ね体型をごまかせるようでね、お尻の格好とかね、お腹の格好とか出るんですよ、実は、うん、だっけ実はごまかしが効かんじゃん本当はね。着物は太ってても大丈夫みたいに勘違いしてるところですけど、そうでもないじゃんね。お相撲さんおかしいもんね。そう。は？お相撲さんおかしい。何おかしいって。着物でしょ。いやあれはお相撲さんの体型やもん。あれはあの体型じゃないとかっこよくつかんやん。女性の着物の姿よ。洋服よりもね。ごまかしが効くって思ってた人がおるっちゃけど、いやそうじゃなくてね、ごまかしが効かんのよ実は。
あの畑も肥やすために、あの夏はレ、あ冬は、あの春はレンゲで秋はコスモスらしいね。あね、あとさ、あの彼岸花ってどうしてあんなあの時期に植えとんしゃか、知っとう？こがつきって。んじゃだっけ、なんで、いや季節をわざわざ、そのお茶人さんじゃないっちけん、その農家の人がなんであれわざわざ畑の横にあれば、あい、植えとんしゃか知っとう？理念と見た目が早く。いやそんな美的な線感覚じゃなくて、もっと非現実的な話。そう。うん。わかる。あのね、あの彼岸花の根っこってね、なんかモグラにとっては嫌な匂いを発する時な。だけどこう噛んだらスカンスカンみたいな感じ。ほら、なんかあなたがスカンの何やったっけ、食べ物やったら。何やった？メロン。メロンかな。メロンの匂いがするんじゃないのきっと。とか食べた時に苦く感じるとか、なんかそんなんで、なんか。パクチー。あ、そう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 。だけどとにかくモグラにとってはパクチーみたいな存在で。あのだけん モグラよけのためにあれするんだって、家受けて、あのあれだけあの季節になったらパーッとあのあれ種まいてあるわけだけん咲くと。だからの、あなんか綺麗やねーとかそういう意味じゃなくて、モグラよけなんだって。パクチーとか八角とかって、ね、八角ってやっぱちょっと独特やね。好きあれやっぱちょっと、あの中華料理でやっぱちょっとこう漢方薬臭くなるよね、本当にね。いやあ、ダメ。あのカレーとかに入れてしまえばわからんちゃけどね。ちょこっとよ。わかる。わかる。あ、そう。いやでもあれ体にいいとよ、でもソゲに奪って。赤ウリジジョね。うん。いやー、俺と一緒に道かな。え、なんでそのまま真っ直ぐ行かんと？獣道な。恵子さんの前通りで、あ、恵子さんに挨拶して通りだな。